こんにちは。今回はですね、前回の、お知らせの件なんですけれど、画像投稿の件ですね、作品画像の件なんですけれど、ちょっとね、僕の言葉が足りなかったら申し訳ないなと思うんですけど、メールをいただきまして、もうあれからね、ドバッと来たんですよ。皆さんやっぱりね、ちゃんと撮ってね、保管してあるんだなと思ってね。まあ、で、それはいいんですけれど、画像、まずね、名前、最初から話しましょう。メッセージに件名あるじゃないですか。あそこに作品画像投稿みたいな感じ、みたいな感じです。僕は多分パッと見て、それの件ですねっていうような感じが分かれば全然結構ですんで、それを件名に書いていただいて、でその後に適当に文章を書いてもらってですね、でとりあえず忘れちゃいけないのが作品名。中にはもうね、適当に突っ込んでダッと入れてっていう時は、別にタイトルいらないよっていう場合でしたら、もうタイトルなしに僕が変えちゃうんで、もう逆に言ってしまえばタイトルが未記入だっていうか、お知らせがねなかった場合は、もうタイトルなしで多分アップしちゃうことになるんで、多分その僕もいただいて、あ、タイトルの名前ないなみたいな風になっちゃうと、ちょっと返さないといけない手間が増えてしまうんで、どうしても忘れてほしくない場合はちゃんとタイトル名ですね。で、自由だって書いてね、書いてくださった方もいたぐらいなんで、でその方も作品の写真見たら、あ、確かに自由だなって、まあ結構僕その好きなその自由レベルだったんで、ね、結構面白かったんですけどね。そういうのをね書いていただくと、そのまま僕がポンと流せるんで、作品名、あ、じゃない、まず件名に画像投稿とか、まあ、そんなような言葉を入れてもらって、内容、文章的にはまず作品名と投稿者のそのね、アップロードしてもいい、世間に出してもいい名前っていうのを出してもらい、書いて、必ず書いてください。でないと僕も、ね、今言ってみたいに返さないといけなくなっちゃうんで、もう今のね、ちょっとパソコンでこう処理してて、まあ、このそういうのちょっと撮影してね、しっかりお知らせしないと、僕もねアップロードする上で、何て言うんですかね、あんまり無責任なこともねしちゃいけないなと思いますんで、それをちょっとこう、うん、結構ね、その名前がない人も結構いたんで、アップロードしていい、もうそうしないとこれ誰が作った作品なのっていう風になっちゃうんでね、そのね、皆さんのその知名度を上げるっていうのもやっぱりありますし、名前はしっかりね、こう送る作品を選ぶのもね大事だとは思うんですけれど、名前もこうね、ずっとそれをね使ってった方がいいと思うんで、名前もしっかり決めてもらうと、後々ね、何かあった時にね、あ、自分の作品だっていうのがね分かるといいかなと思いますんでね、しっかり名前も、僕らもね結構 G&カーズで、まあ、僕はね鍋さんでやってるんですけど、やっぱりメンバーはね名前結構悩んでるみたいでね、本名で行こうか、苗字だけで行こうか、ニックネームにしようか、ニックネームだと余計にね幅が広くなっちゃってね、結構悩んでるみたいなんで、まあそういった感じで名前はねしっかり決めてもらってですね、メールにまず件名で画像と、作品タイトルと、作品タイトルとアップロードしてもいい名前ですねを送っていただけるといいと思います。で僕もそのメールが来た順番に何ですか、こう公開させてもらってるんで、なかなかねこうドバーッと入っちゃうと、もうね1日でもう結構本当にね結構ねもうものすごい量が来ちゃったんで、ご存知僕ねほぼですけど毎日動画アップしてるんで、まあそれにねこうちょんちょんちょんと、たまにこうね動画の内容上その順番が前後しちゃうことはあるとは思うんですけど、ちょっとそこはねあまり悪い気をされないようにお願いしたいなと思います。ちょっといろいろ私の動画のアップロードのね都合で申し訳ないんですけれど、一応なんでその3点ですね、件名、作品タイトル、アップロードの名前ですねは忘れずにお願いします。画像ね1個でもいいんでね、あ、そうそう、大事なことがあった、あのね送られた画像をそのまま送るんで、
画像処理はしないんで、そのまんまなんでね、本当あんまりね、ちっちゃくね映しちゃうと、それを例えばね、今だと結構ね50インチのテレビで、ね、見てますみたいな人もいたんで、こんなちっちゃい画像をさ、50インチのテレビで映したらね、ボワーってもうね、昔のファミコンみたいな状態になっちゃうんでね、画質も頑張ってこうね、しっかり綺麗に撮ってもらってですね、写真を撮るいい練習にもなるんじゃないのかなと思うんでね、不慣れな方は。まあ僕もね、いつもこうね、写真を撮るの練習してるというか、まあ結果的にね、最近は iPhone がね、すごく画質がいいんでね、もうカメラで撮るよりも iPhone で撮ってるって感じなんで、とりあえずそういった感じでね、まあ画質もいろいろね気にされた方が、一応ね照明ですとか、まあこうね明るいところに、天気がいいから今日撮ろうとかね、そういうのもあると思うんで、まあ、そういったところもちょっと気を使って、こうメールをいただけると、皆さんのね、せっかく綺麗に作った作品がね、うまくね、いろんな視聴者さんというかに見てもらえていいんじゃないのかなと思うので、ちょっとその辺も気を使っていただけたらなと思います。以上です。ではたくさんの画像をお待ちしておりますので、よろしくお願いします。